はい、ここで ECC レディースゴルフトーナメントの紹介をしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。他の大会よりも、まあ、豪華だということで、なんとですね、当日券の入場の方、先着300名の方に大会のオリジナルキャップのプレゼントが毎日あるそうです。あとですね、当日券は1000円で購入できます。会場のみで販売してます。来場できない方はスカイ A またはインターネットライブ配信にて、ぜひご覧いただけますので、ぜひ見てください。この辺に書いてます。この辺にね、はい、当日のイベントは、チャリティーフォト、 LPGA ジュニアゴルフレッスン、チャリティーパターゲーム、ギャラリー抽選会、あとですね、全国ご当地グルメフェアがあります。なんかすごいいっぱいお店が、めっちゃ楽しみです。プロも食べに行くの？はい、食べに行きます。あ、そうなんですか。はい、結構他の大会よりもグルメのそのフェアが大きいんで、ブースが多いんで、はい、ぜひ来てください。レギュラーツアーに負けないぐらいの、はい、本当にそうです、盛大に行われてます。そのなんかチャリティーとかプロとかなったけど、うん、はい、それ出あるんですか？出ます。応募があれば、なかったら出ないですあ、そういうシステム。はい、あることを願ってます。応募して写真を一緒に撮れるっていうんですよね。そうですね、現場で、はい、チャリティーして、それで写真を撮れるっていう、うん、皆さんチャリティーお願いします。スタンバイはしてる、してます。チャリティーフォトにはいないですけど、当日じゅんちゃんも行くんですよ。その後生体行くから。生体、生体、その後生体行くから。そんなに体って歪まないだろう最終日に私も行きます。はい、そうですね、残ってるかどうかです。詳細はね、大会のホームページに、あと概要欄にリンク貼ってありますかね。はい、ぜひ応援よろしくお願いします。お待ちしてます。あ、ギャラリーさん、はい、あ、このホールは全部見れるんですね。はい、ここに今日来れます。ちょうどいいとこ見れるんですね。はい、はい、上がり3ホールってやっぱ大事なんで、そこを楽しんでもらったら、もうゴルフ8割お腹いっぱいになります。上がり3ホール急にプロの目つき変わりますからチェケラ。それ違うやつ。いや、じゃあこっちこっちチェックイットアウトの方やからチェケラ英語でちょっといいかっこよく言ったのこれじゃないか。やらないよ。おじゃす、じゃすけんです。はいはい、やってましたよね。やってました、やってました、みんなね、やってましたね。おー、ナイスです。ごめん、ちょっと笑っちゃってた。オッケー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 。やっちゃった。大丈夫か？大丈夫です。今年はあと何試合くらい出るつもりなんですか？あと16試合ですね、決まってる試合は決まってるので、はい、それはレギュラーのチャレンジ。レギュラーとステップアップ両方ですね。16って多いんですか？いや、多くないです。あ、みんなそれぐらい出るんですか？はい、毎週あるんで、本当は。男子はそんなないんですか？男子はね、ちょっと数が指足りちゃうから、下手したら。へー、ちょっと増えてきたけど、チャレンジとかも。でもすっごい私たちの目線から見たら、女子より男子ツアーの方がちょっと面白いですよね。なぜ？見に行くとしたら男子です。なぜそれ？アプローチとかやっぱそういうところが全然男子の方が100倍うまい。やっぱすごい種類持ってたり。だから私は空いてる週とか、去年は男子ツアー結構見に行ってて、5試合ぐらい。すごい勉強になります。面白い。だテレビ見るのも男子ツアー。注目の選手はどなたなんですか？星野陸也さん先輩。小崎は今じゃなくて？いや、優馬はいらない。優馬はいらない。同い年ですよね。同い年です。幼馴染ですよね。応援してあげてください。7番、あ、5番ストで打ちたいんだけどな。出ないかな。打っちゃおう。いった。いや、大丈夫でしょう。大丈夫でしょう。大丈夫ですか？うん、思ったより左行っちゃったからびっくりしたけど。ちゃえと。いや、めっちゃ難しいんですよ、こういうラインで。絶対球上がんないんで、フェアウェイに残ればいいです。言った通り、ね、今順調のボール越えました。こんな感じでコロコロ転がればいいかな。何があったんですか？まあ、なんかね、ドライバーの音が変ってずっと言われてたんですね。でもなんか私は自分がなんか下手やから、うん、そういうあれなんやってずっと言ってて、うんうんうん、ですごい私も頑固だって全然聞かんかったら、うん、このドライバー割れてるかもしれんみたいな言われて、2日目ぐらいかな、うん、2日目の終わったぐらいかな、うん、はい、言って、いや割れてないうまいですかって見たら、なんか
微妙になんか筋がなってて、うん、でまあメーカーさんに見てもらったら割れてて、それが3日目の朝ですわ朝おはようの時、私やっぱり俺も割れてると思うんですよみたいなお前今頃かんまいたよでメーカーさんに来て、ね、一番大事な試合で割れてた2日間それで過ごしてる、はい、ボールどんな感じで、いや飛ばなかったんですよでもね、ってもその言ってるのが、うん、あの私急に飛ばなくなったんですよ、ドライバーだけって言うんですよね、うん、ドライバーだけ点々点なんですよ、おかしいじゃないですかでもやっぱプロだからその感覚があるから、うん、そのまま行きたい気持ちもあるし、あ、そうですね、いやあれはびっくりしました割れてる、結構ずっと割れてるの使ってた、いや多分私3ヶ月ぐらい使ってた、 それで QT 突破してきてるから、はい、すごー気づかんのもすごいですね、こんだけ鈍感、私あんまりクラブとかあんまり全然よく分かんなくてずっとやってきたんですけど、そっからすっごい気をつけるように大丈夫かな、8で打ちます、なんでですか、多分上がっちゃうからポーンって、あ飛んだ、おお超えた超えた、あ大丈夫なんで52でいきます、はい、ありがとうございます、タピン、お、どうだ、お、ピンの横に行ったような気がします、そうですね、はい、90とか52の距離は私得意距離ですごい、はい、70から90の間すごい練習してて、うん、パー5とかでも2オンシャン距離は70から90残すように逆算して打ってます、はい、球が止まる距離にやっぱ残すっていうのがすごい大事です、確かに、おお止まってる、ペタッと、まだ52とピンもあるから考えて、お、じゅんちゃん得意のライですね、50 構えやばい、構えやばい、ふくらはぎ行きます、あ、強すぎたかも、誰なんか誰、あー、うまい、うまい、ナイスです、うまい、うまい、ナイスバーディー、ありがとうございます、イージー、イージー、あ、忘れた、カモン遅い遅いちょっと切れる、まっすぐですね、大事です、うん、怖い怖い、また怖いよ、最近インスタ始めたんですよ、人気っすよね、そうですか、 HH ビッグさん、 HH ビッグです、はい、よろしくお願いします、フォロワー何人ぐらいなんですか、600人、あーでも私も全然インスタ難しいですよね、ここにプロがいるよ、インスタグラマーがだから動画上げた方がいいと思う、あー上げてたよ、アメリカで練習してます、はい、いっぱい投稿率が悪すぎますね、一昨年か1年に1回ぐらいしか、確かに見る専門でしょ、はい、プロさんは人気者っぽい投稿してます、あ、そうなんですか、雰囲気人気者さん出てるフォロワー1万人目指したいですね、やるんやったインスタ、どうせやるんやったら、あ、やろう目指そう、うん、すぐ行く、すぐ行く、そうなんですか、あれですよ、純ちゃんにこの西畑プロは私の立ちだからよろしくって言ってもらえばいいかも、写真撮る、あ、いいねいいね、撮ろ撮ろ、割り確保してください全員フォローよろしくって、お気に入りグッズ、お気に入りグッズ出ました、お気に入りグッズ、かわいい、なんて書いてある、あ、萌えね、萌え、萌え萌えキュンの、萌え萌えキュン、うんじゃねえよやめろやめろいやバンカーの左でいいんじゃないかな、超えるとキリ超えたら、ガチリいったねおーい、すいません全国の西畑さんの皆さん、
飛距離を争ってみましょう。割れてるドライバー使ってるイメージあるから飛んでないから。どれぐらい落ちたんですか。いやでもだいぶ、だいぶよ。だって3日目用意ドンでセカンド一番最後に打ってた。今までずっと最初に打ってた。しかもダントツ。ダントツぶっちぎり50ヤードぐらい違う。間違いなく50ヤードほんまに違います。それはが見てなかった転落。すいません。あ、またやっちゃった。CT みたいな、なんか CT です。紛れもないし、ね、みたいじゃないよ。でもこう引っ張ったら、そのまま引っ張っちゃったら、その通りにボールって左行くんで。ちょっと今右手すごかったです。クッて。フェイスがこうなってたら絶対 ああいう感じの球は出ないんで、うん、フェイスが絶対返ってるんですよ。ああ、そっか。首返しちゃったりとか。確かに、はい、普段返さないのになんで返りますか。買いますか。アマチュアの人結構なんかイメージで当たってからこうやって返すみたいな人多いんですけど、もうめっちゃ危険です。もう一歩間違え、タイミングずれたら TP なんで、うん、絶対クラブ返さないでほしいんですよ、うん、勝手に返ってくるんで。このままずっとこうやって上げてはそうですよ、ね、はい、いけないんで、体のコントロールを。確かに。それよ、それいいじゃん、次いけるし。イエーイ。いいんだよ、今のでいいんだよ。持って行こうぜ。あ。どうやって使ってんの。ゴリじゃん。もうまた変なコメント増えるから。上りで、これもすごいアマチュアの人とかにも多いんですけど、うん、私もそうなんですけど、こう右上げたいから上げようと思ってこう右肩下がってダフルパターンがあるんで、結構気をつけやな。ね、そう。どう気をつけたんですか。目線をピン向けないんですよ。もう目線ピン向けたらこの時点でアドレスがいつもよりこう右に下がっちゃうんで、目線をもうちょっとピンの下に向けて上げようとしなくても勝手に上がるんで、この傾斜は。でいつも通り振るだけです。先見て見上げようとかしたら頭下がっちゃったらダフったり、タイミングずれたらトップしたりしちゃうんで、気をつけて。おい、じゅんちゃんはどうなるのか。構えいいですよ、ね、うん、構えいい。おお、ほんとだ、右が下がらなかった。乗った。打ちました。乗った乗った。いや、乗ってないかもしれない。うまいよな。見たらわかります。ナイス。ナイス。入った。ナイスバディ。決めたぜ。本当に西畑さん隠した。ナイス。隠れます。ナイスバディ。ありがとうございます。いや、もう仕事終わったっす。しここはなんかトリッキーですかね。やっぱ池があるんで、池に入るかどうかの問題じゃないですかね。うん、220ぐらい、あのポコン、うん、マウンド、マウンド、あのマシュマロの木で210。マシュマロの木、あ、マシュマロの木って言うんだ。マシュマロじゃないわ、なんて言うの。ブロッコリー。そうそう、あれね、もう食べ物のイメージはしょうがない。腹お腹減ってます。これセンターでいいですよね。でいいです、もうあのコブ狙いでもいい、うん、気になる、うん、あそこ狙いですね。あ、でもマシュマロ狙いでいいですよ。マシュマロ、はい。あそこ西畑さんのとこ行ったら、うん、ラフ行っちゃうからですね。どうや、抑えました。さすが。おー、超えた。やった。
ここは最終でギャラリースタンドがめちゃくちゃ立つところですよね。ね、そう、でっかいのが立つんです。ギャラリーが数万人といます、青木さん。じゃあ、乗ったる。ライがね。8で押さえて打ちます。はい。おお。いい。うわ。抑えたね。めっちゃいい。かっこいい。なんかもうイメージ通りのなんか。玉筋？ね。はい。イメージするのすごい大事です。玉、玉をね。はい。イメージできてないと打てないんで。イメージしてこう。よし、頑張る。こっから。おお、すごい。止まっちゃうんだ。すごいフィニッシュ。あ、惜しい。出てる。うん、ナイスバーディー。ありがとうございます。隠しに行くのね。お疲れさんです。ありがとうございます。ありがとうございました。2アンダー3アンダー3アンダー3か2、3ね、はい、4バーディー4バーディー強い。皆さんご視聴いただきありがとうございました。ECC レディースゴルフトーナメント、7月11、12、13の3日間にて開催されます。当日券は会場にて販売されてますので場所は運んできてください。はい、放送についてはこちらに記載してありますのでチェックお願いします。今回出演してくださった西畑プロの応援をよろしくお願いします。お願いします。